ジーン・ナバーラ・ジャン・ナバルは、フランスのパイロット。第一次世界大戦で、飛行機にライフルを持ち込んで、最初に敵のパイロットを撃ち殺したパイロットでもある。あとに12機を撃墜して、撃墜王となった。ジアウィー・ EN ・モーリンに生まれた。幼い頃から、飛行機に興味を持ち、第一次世界大戦が始まると19歳で、航空部隊に志願した。 MS-12 飛行隊に配属されも、ラーヌソルニエールで偵察飛行に従事した。対戦当初のパイロットの任務は偵察で、航空機は武装しておらず空中で敵機に遭遇しても、手を振り合って挨拶を送るのが通常であった。敵を殺すのが戦争であるという信念を持っていたが、バルは1915年4月1日、ライフルでドイツのパイロットを撃ち、撃墜した。 これが空の戦いの始まりとなった。ナバルは新たに登場したニューポール11を赤く塗り、様々な方法で武装することに努力し、ロケットの搭載も試みた。その後ニューポール17に登場し、撃墜数は12機に達し、荒っぽいパイロットとして知られたシャルルナンジェッセと親友となった。1916年6月17日に撃墜され、頭部に重傷を負った。 ナバルは奇跡的に生き残ったが、完全に回復することはなく、実戦部隊から外された。1919年、第一次世界大戦の戦勝を祝う日に外戦門の周りを飛行中に事故を起こし、23歳で死去した。ありがとうございます。